多分お餅出来合いしとんやわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は古風な日本式田舎風な村、幸せ餅村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ぶりでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢を取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで幸せ餅村に出発。はい、幸せ餅村に到着。え、かわいいお餅。そういう餅？そうなの？夢の世界へようこそ。あなたは今幸せ餅という村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは都の幸せ餅の世界をご堪能遊ばせ。え、めっちゃ可愛くない？このお餅。いいね、いいね。そしてこっち、早速服を着替えていきましょう。あ、こっち何？なんか、お茶受けセットがある。ま、和風だから。そういうことか。そしてメガホンね。オッケーオッケー。じゃあ着替えていきます。じゃーん。え、なんかめっちゃハイカラな感じなんだけど。超ハイカラな感じなんだけど、古風どこ行った？古風。めっちゃ個性的になった。あれやんね。多分昔にこういう人がおったら、すごい目立ったんだ。今でも目立つか。あ、どうも。キラルくん、子供だと思わないでね。え、でもめっちゃ可愛い、なんか。ちょ、こっち向いて。え、可愛い。ね。一応なんか、幸せ餅村は、ど田舎に住んでいる都会に憧れる4人の若者が住んでいるらしいんだけども、まあ、こう、村全体は、公共事業とか、そういうので、まあ、だいぶ和風な感じにしているらしいんだけども、花もいっぱいある。そこに住んでる部屋だけでもエモくしたいという願望の少年少女たちが、まあ、あれか、都会に憧れる田舎の若者って感じなんかな。やけんこんな派手な格好なのか。ちょっとびっくりした。お邪魔します。え、だって家外観もめっちゃ派手よね。お、え、かわいい。え、めっちゃかわいいんだけど。超かわいいんだけど。え、子供だと思わないで、いくつなの、キラルくん。何歳なの？めちゃくちゃ幼児の部屋なんだけど。ね、超幼児の部屋なんだけど。え、かわいい。え、かわいくないこれ。やばいね、全体的に。なんか結構私の理想の子供部屋って感じなんやけど。めっちゃかわいい。こういう感じのなんか明るい色のさ、子供部屋にしたくない？いいね、いいね。一応、男の子たち、この村の男の子たちは、いつか彼女ができたら呼びたいモテ部屋みたいなイメージらしいんだけど、いつ？彼女、ね、10年後ぐらい？はい、2階へ。え、2階めっちゃかっこいいやん。シンプル。なんか、急激にできる男みたいな。料理するんすか？え、なになに、超、え、急激に2階上がったら超成長した。え、2階に上がったらなんか、大人の男に成長したんだけど。これ十数年後っすか？素晴らしいやん。ね、ここめっちゃ可愛い。幼稚園児の部屋みたいな感じやったのに、急激な成長やったね。かわいいな、キラルくん。
え、組んでいいよね。なんか服までめっちゃ可愛いんだけど。いいね、いいね、なんか。あれももしかして着物なんかな？おしゃれな着物みたいな。はい、そして2軒目は赤いぞ。周りは竹とか柿とか和風だね。ここ家自体も和風な感じ？お邪魔します。あんま奇抜じゃないんかも。と思ったけど中を、あ、中も、どうなんやろう。和風と洋風が混じった感じか？どうも。モカくん。とにかくモテたい。とにかくモテたい。もうなんか願望ダダ漏れ。服装かっこいい。え、ねえ、めっちゃかっこいいよね、これ。なんか、なんて言うん？なんか、和風、和を、和をモチーフにした戦隊ヒーローとかにありそうじゃない？なんかこういう。戦隊ヒーローの普段着みたいな。普段着？普段着っていうんかな。まあ、なんか、ユニフォームみたいなやつ。え、良き。良きだよ。ちょっと武骨な感じなんかな。はい、2階へ。お、2階はなんかおしゃれだった。ね、1階ちょっとガランとしとってさ、なんていうんやろ。必要最低限のものだけ、そんなに物は持たないぜ、みたいな。寝てしまった。ちょっと硬派な感じなんかなって思ったけど、え、2階おしゃれだ。あれだよ、彼女連れてくるなら2階の方がいいよ。しかし、2階に行くには1階が目に入ってしまうという。はい、そして地下へ。お？地下。急激に大人になったな。え、別にね、めっちゃ、キラル君と違って、子供っていう感じではなかったけど、どう？急激になんか雰囲気が変わったね。びっくりした、太鼓かと思った一瞬これ。横から見た太鼓かと思ったよ。なるほど、もしや彼女を連れてくるのはこっちの空間っすか。こっちの空間でちょっといい感じになって、みたいな。そういう流れっすか。ほい、お邪魔しました。なんかあれやね、それぞれ、あの部屋のイメージが、全部違うけんさ、面白いね。どういう考えでみたいな。どういう考えでこういう部屋にしたんやろうとかめっちゃ思う。お、そして、男女4人って言ったけん、こっちに、こっちの2つは、あ、お持ちになれる。お持ちになれる。かわいい。あれやね、男の子と女の子は完璧に、こう、引き離された場所に家があるわけだね。そして、梨。私の大好きな梨。え、でもなんか、洋梨？多分、飛び盛りの世界のめっちゃお餅やん、この辺も。私このお餅の前デザインめっちゃ気に入ったんやけど、可愛くない？多分この飛び盛りの世界の梨って、形的に洋梨やと思うよね。私洋梨を、去年か、初めて食べたけど、いやー、和梨偉大だなと思った。和梨の偉大さを知った、私は。ね、梨なら全部美味しいだろうと思ったけど、違ったわ。あ、どうも。ハートちゃん。あったかハートの部屋作り。ほわほわしてそう。もう着物でもないぞ。はい、3軒目。お邪魔します。おー、え、なんかめっちゃいい。完璧に西洋に憧れてますっていう感じ。え、めっちゃ可愛い。てか、色使いすごい好きなんやけど。ちょっとなんか、バレンタインみたいな雰囲気じゃない？壁画かな？あと全体的にこうなんかちょっとチョコレートっぽい感じなのもあるんかな？え、可愛い。え、この辺のはあれ？前デザイン？
え、めっちゃ可愛い、この柄。いいね。え、すごいいい。すごいいい。なんか男の子たちは、はっちゃけてしまった感がすごかったけど、女の子、いいぞ。いいぞ。はい、それじゃあ2階へ。お？ 2 階はなんか、あれだね。1階ちょっと、1階はちょっと落ち着いた感じ、落ち着いた大人の女の人、上品な大人の女の人っていう感じやったけど、2階ちょっと爆発したかな？すが。すが。めちゃくちゃピンク大好きなんですっていう感じ。え、かわいいけど。女の子って感じの部屋やね。これはこれで全く雰囲気が違う。そして何気に好きなのは和菓子なんやね。はい、そして地下へ。お、地下。ちゃんとクリスマスの文化も取り入れて。大量やん、プレゼント。いいね、いいね。いや、むしろここは、あれなんじゃない？お父さんの部屋とかでさ、これちょっと、娘にあげるプレゼント用意してるみたいな。いや、どんだけ出来合いだよって感じか。超大量のプレゼント。え、でもなんか、お父さんの仕事部屋みたいな感じじゃない？コートとか。はい、お邪魔しました。さあ、そして男の子同士、女の子同士は幼馴染やったりするんかな。お菓子の家だね。これはこれは、お邪魔します。あ、でもあれやね、あのお菓子の家なのに、家の周りにはお餅の前デザイン、ちょっと和も洋も好きな感じかな。中身もね、和と洋混合っていう感じ。でもちょっと和の方が強めかな。え、てかなんかめっちゃ額縁に入れて飾られとんやけど、お餅。多分お餅出来合いしとんやわ。超可愛い。寝るのは布団とかじゃなくってベッド派なんやね。なるほど。私ベッドでも布団でもどっちでも寝れるけど。そして食べるのは、和菓子。和菓子が良いと。はい、それじゃあ2階へ。お、あ、2階は、あれなんや。和の要素はないのね。なるほど、なるほど。なんか結構こうね、今までに見たことない、あんまり見んリメイクの仕方とか、あとはまあ、ところどころにちらほらあるマイデザインが私的にはめちゃくちゃ好きだな。お、ゲーム機まで持っているのか。だよね、これ。だよね、これ。意外、男の子の方が持ってるかと思った。まあ私もね、小学生の頃から男の子、同い年の男子以上に家にはゲームが大量にあったけども、親の影響で。え、チカ、かわいい。なに、クマ。クマ。クマが好きなんかな。お？見て、なんか壁にまでクマ。こっちのコルクボードにもクマなんや。そしてここでも、なんかクマの布折りよるし、クマ描いてるし、クマがすごい好きなんやね。私が定期的によるテディベア集めたいみたいな感じの。でもなんか、全体じゃなくって、顔のドアップっていうのがまた。で、家の子がいないんだな。外にいるのか？あ、いた。メガネっ子なのね。そして着物だ、ちゃんと。村長のくま子です。くま子さん。なるほど、村長さんはちゃんと、
あの、和を、重んじてるのかどうかはわからんけども。ちゃんと、ま、洋に憧れつつも和もあると。かわいい。もう男の子の方が、ちょっと洋の要素が強かったんかな。どうやら女の子の方がかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、古風、和風っていうのは、まあ、村の外とか、至るところにはあったけど、ほんとなんか、都会に憧れてる感がすごい強かったね、みんな。